デイ・ウィクエル・キンドラン、ユトレヒト同盟時代のネーデルラントで1617年に描かれた作者不明の油彩が、おくるみの双子、アンブロージョ、ロレンツェッティ、マドンナチャイルド、1319年の油彩が、イタリア人画家の手になる聖母子像で幼子イエスは包帯状の細長い布でくるまれている。幼子の腕は外に出ているし、巻き方は随分と緩い様子である。 おくるみとは、ベビー服の一種。赤ちゃん用の防寒着で、衣服の上から全身を包むものを言う。大よそ首がまだ座らないうちの赤ちゃんのためのもので、体温や湿度の保持と姿勢の安定などを含む、体の保護を主な目的として、小さな体をくるみ込む布や衣服である。日本語では、くるみ、または、くるみ布団とも言う。英語では、おくるみを、スワドル。 おくるみを施すことをスワデリングと言い,い、現代日本語にもこれらに由来する外来語スワドル及びスワドリングがある。またアフガンという名称もあるが、これはおくるみの素材に手編みの一種であるアフガン編みが多用されるうちに素材名から転じたとの推測がなされている。期限前の遺跡からも肖像がいくつも出土しており、時代と地域を超えて世界に広く存在することが わかっている。クレタ島にあるアヤトリア大遺跡の紀元前26世紀のミノア文明に属する地層から発掘された複数の肖像はおくるみに包まれた赤子を単体でかたどったもので、この頃からすでに包帯状の細長い何かでぐるぐる巻きにしていたことが確かめられる。また、ギリシアはアテネ近郊のアギアパラスカビにある紀元前十一世紀に属する遺跡の地層からは、 おくるみに包まれた赤子を抱く母であろう、人物の肖像が発掘されている。偏在するわけではないものの世界で広く用いられ、続けているおくるみは、時代と地域によってある程度の差異がある。中世ヨーロッパのおくるみなどは、包帯状の布で、一切の身動きが取れないほど、ガチガチに体を固定してしまうもので、18世紀の哲学者、ジャンジャックルソーが、 精神と肉体の発育を妨げるとして、旧大全とした極めて抑圧的な子供服全般を批判したのも納得させられるひどいものであった。それ自体がひどく抑圧的な作りであった大人の衣装の縮小版に過ぎなかったヨーロッパの子供たちの服の改革は、何、世紀も取り沙汰された末にようやく果たされ、 子供の体格や子供らしさに合わせた設計思想による子供服という概念が実現し、拘束しすぎるおくるみも過去のものにされていった。そういったものに比べて、現代都市文明社会におけるおくるみは少しも抑圧的ではない。ありがとうございます。